サビン・カーはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1928年に開催されたアムステルダムオリンピックの棒高跳びで金メダルを獲得した。サビン・カーは1927年に室内と屋外での棒高跳び世界新記録を打ち立てた。2月の初めに彼は室内で4.14メートルを記録し、1週間後には 自身の記録を4.19メートルにまで更新している。5月には IC4A 主催の屋外競技会でカーは世界で初めて14フィートの壁を破った選手となった。1928年の AAU 主催の室内競技会では彼は14.1フィートをクリアし、室内競技会で初めて14フィート以上の記録を出した選手となった。 同年カーは自身の出した世界記録を前回パリオリンピック棒高飛び競技の覇者リー・バーンズに破られてしまったが、カーはアムステルダムオリンピックでバーンズに勝利して雪辱を果たした。カーは棒高飛びの主要な競技会で素晴らしい成績を記録している。AU 主催の室内競技会で2回、IC4A の屋外競技会では3回。 室内競技会では2回優勝した。ただし不思議なことに AAU の屋外競技会では3位以上の成績を上げたことがなかった。イエール大学を卒業したカーはやがてカリフォルニア州オークランドで製材業の事業家となりスターリングランバー株式会社の会長となった。なおカーは1927年5月27日から翌年4月28日にかけて 棒高飛びの世界記録保持者であった。4.2672メートル。4.29768メートル。アスレチックスアットザ1928アムステルダム、サマーゲームズ、メンズポールボルト2011年5月21日、閲覧。この大会でバーンズは5位の成績だった。カーが出した世界記録は4.27メートルだった。ありがとうございます。